はいはい、皆様おはようございます。ですね、今日は私の大嫌いな金曜日じゃなくて月曜日でございます。ですね、二度寝をしてしまいまして、今5時29分になってしまいました。4時に起きたんですけれども、二度寝してしまいました。はい、今起きても本当に数秒なので、ちょっとよく分かってないんですけど、私今日何日か言いましたか？言いました？言ってないですか？7月の5日の、月曜日の5時29分です。大慌てしてます。気分は大慌てですが、体は動きません。はい、月曜日といえば、いつも言ってますけれども、お忙しい時でございますけれども、頑張っていきたいと思います。はい、皆さん、今後ともよろしくお願いいたします。では、何からしていいか分かんないんですけれども、頑張りたいと思います。はい、ちなみに今日外が土砂降りでございまして、もしかしたら外に行けないかもしれませんけれども、はい、よろしくお願いいたします。それでは始めたいと思います。はい、お急ぎでございます。お急ぎの時はまずまずご飯に決まってます。ですね、この炊き込みわかめというやつを混ぜ混ぜしておにぎりを作ります。で、今日長男はお弁当じゃなくて今日から夜勤なので、ああ落ちちゃった。はい、いりません。はい、急ぎます。もう37分です。急げ急げ。あ、だるいだるい。急げ、ゴミもあるし、急げ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 、コウタロー、急げ急げ、コウタロー。そういう歌ありましたよね。はい、ではちょっとここからワープしたいと思います。はい、ちょっと急がなきゃいけないからね、ごめんね。ちょっとワープします。ワープします。それでは、はい、場所は移動してませんけれども、時間は10分ほど移動しました。何言おうと思ったっけ。はい、排水溝の掃除を、今日ゴミの日なので今からします。はい、しますよ。はい、排水溝の掃除終わりました。ゴミの日で、今ゴミ出さなきゃいけないですけど、このゴミ袋ね、これね、はい、これあれなんですよ、記名しなきゃいけないんですよ。地域名と名字、フルネームではないんですけど、名字を書いて出さないと持ってってくれません。はい、なので誰がどんなゴミを出したかっていうのがバレバレになるという、そういう恐ろしい地域でございます。はい、じゃあゴミね、次のゴミ。はい、頑張るね。みんな見て、すっごい土砂降り、もうやっぱりぐらい降ってる。これ気づいたら被害になるね。ひどい。こんな中仕事行くの大変。学校とかどうする？今日月曜日よ。ひどいひどい。もうこれ以上先に進めない。水に当たるから。うわ、ひどいわ。いつもの裏側、私がいつも座ってるとこなんですけど、ここまでも雨がべったべたになってるから、もう先に行けない。ひどい。うわー、ひどいわー。どうする、これ、やばいわー。でもネギ坊主ちゃんはね、雨に打たれながら元気に育っていますわ。はい、これから先行けないけど、ここにネギ坊主ちゃんがいるのが見えるかな。はいね、見えましたね、ネギ坊主ちゃん。はい、雨に打たれても強いです。
はい、もうね、だいぶテンション上がってきたから大丈夫よ。はい。で、いつものここの場所に来たっていうことは私が作業するということなんですけれども、何の作業をするかって言いますと、今ね、ちょっと贈り物をしたいので、その手続きをするのと、手続きっていうか書いたりとかするのと、あとこの間ね、ちらっと動画で言ってたファンレターのお返事を書かせていただこうかと思っております。はい、はい、申し訳ありませんでした。本当に全然届かなかったので、事務所から、はい、私から事務所の方にファンレターどうなってますかって聞いたら、送ってくれたみたいな感じで、ごめん、言い訳してるけど、本当にすいませんでした。はい。で、ファンレターね、いろいろいただいたことあるんですけれども、大変申し訳ないんですけど、切って入れてくださった方、にお返事させていただきたいと思います。はい。このね、チェリーのね、こういうね、はい、チェリーのこういう、はい、封筒に入れてくださった方、はい、見てくださってるかな、いつも見てくださってますっていう風に書いてくださってるんですけれども、ね、せっかくね、切っても入れてくれたのにお返事しないなんて失礼じゃないですか。はい。なので、今ね、私はハリネズミ、はい、こちらの封筒でお返事を書きたいと思います。何書こうかな。手紙書くなんてね、LINE とか、ほら、メールとかはしますけど、手紙っていうのはなかなか書かなくないですか、今ね。昔は文通とかよくやりましたね、交換日記とか。はい、今はもうそんなん全然ないから、漢字も今もう変換勝手にできちゃうじゃないですか。だから漢字ももしかしたら書けないかもしれないけど、はい、こちらのね、方に送りたいと思います。はい。何って書こうかな。はい。で、この書いた後、今日は月曜日で聖教の日なので、このね、聖教、はい、こちらね、はい、これね、はい、記入しないといけないのと、まあ、今日届くっていうことと、はい、でもね、土砂降りなんですよ。で、今、コロナ禍で、手渡しっていう風なのをしていないんですね。はい。置いておいて、家にいるけど、置いておいてもらって、取り入れるとか、そういう、顔合わせしない直接、ような、流れになっていまして、外に置くと雨がね、すっごい当たるんですけど、どうしようかって今思ってるんですけど、ビニール袋をかけるか何かしておこうかしら。はい。ということで、そちらの方の作業を今からしていきたいと思います。あ、なんか手紙ってドキドキするんだけど。どうしよう。何って書こうかな。はい。この方ね。はい。まずね、自己紹介といいますか。そういったのからね、書いて、まあ、わかってると思うんですけど、私の動画見てくださってるから。はい。改めてね。はい、うわー、なんかこう、うわー、なんか緊張する。じゃあ変えていきたいと思います。はい、こちら書かせていただきました。封筒に4封筒じゃないわ、便箋に4枚分書きました。でね、私今パソコンしてるから、毎日右手がちょっと腱鞘炎なんですよ。腱鞘炎でちょっとペン持つのちょっとしんどかったけど、ね、はい、書かせていただきました。はい、この方ね、今日今からね、はい、宅急便、とある方に宅急便を送りたいのと、はい、このね、送りたい、お返事送りたいのと、もう何言ってんだろう。はい。で、今から宅急便送りたいのと、あとこちらのお返事を送りたいので、はい、今からね、コンビニの方に行ってきたいと思います。はい。で、今ね、ちょうど雨が小降りになったので、今のうちにね、
行っちゃいたいと思います。車で行ってもさ、車から出るときにザーみたいなべっちゃべちゃになっちゃうから、今のうちね、はい、今のうちに行きたいと思います。よこせと、はい、これが生協です。はい、これを今から外に出すんですけど、はい、今回のね、今週のチラシと注文書を中に入れて、はい、もう全部返さなきゃいけないので、はい、全部こういう風に入れて玄関に置きたいと思いますけど、どうしよっかな、目の当たらないとこないんだよね。うん、ちょっと考えながら置きます。はい、バスタオルとかタオル類ですね。はい、あの乾かないので乾燥しています。洗濯した後にタオル類だけ分けて乾燥っていうような感じで、あと24分で終わるんですけど、はい、頑張ってください。洗濯機さん、あんまりこれ使いたくないんだけどね、シワ寄るから。ビートウォッシュってさ、あんまり良くないのかな、このビートウォッシュね。なんかウォッシュ&ドライなんていうかっこいいこと書いてありますけど、どうなんでしょうか。はい、ですね、長男と一緒にお昼ご飯マックを買いに行きました。昨日の夜はすき家だし、今日の昼はマックだし、もうね、もうてんやもんばっかり、てんやもんっていうの、こういうの、もうなんかこんなんばっかりで、あれなんですけど、もう長男がさ、マック行きたいっていう風に言ったから一緒に行ってきたんですけど、こちら買ってきました。ただ私マック食べられないんですよ。はい、まだね、怖くて。なので飲み物ね、はい、飲み物とポテトは脂っこいけどいけるかなみたいな、はい、なのでちょっとポテト、はい、ハンバーガーはね買いませんでしたけど、で、ちょっと編集しながら、ほんと脂っこくなるからね、本当は触りたくないんですけど、はい、もう編集が間に合わないのでちょっとね、汚れないようにやっていきたいと思います。ということで、もうね、午前中あっという間にね終わってしまいましたよ。本当にあっという間、もう何やらかんやらやってる間にもあっという間ね、毎日って時間、本当に、はい、ということで今日の午前中これで終わりたいと思います。はい、朝のねテンションから今のこのね、時間になるまでのテンションの差っていうのがすっごく大きいと思うんですけどはい、ということでまた明日皆さんお待ちしておりますので、高評価、あとコメント、あとチャンネル登録、あとルイチャンネル、メインチャンネルの方も見てくださいね。はい、ではまた明日ね。